んとふざけた真似をしてくれるじゃないか。お兄ちゃん。お兄ちゃん。妹たちを返してもらおうか。黙ってろ。さて、男に触るのは趣味じゃないんだがな。貴様には特に念入りに記憶処理を施さないとならない。その結果、まあどうでもいいことか。やめて。やめて、レン兄さん。この人は見逃してあげて。後でちゃんと説明するから。説明だと？わかったよ。あ、うすいくん、ごめん。今日は帰って。なんなんだ。俺はただ吸血鬼のマーカーに噛まれた人間がどうなるのか知りたいだけなのに。体は大丈夫なのか、アンジュ。うん。では、今日のことを説明してくれ、アンジュ。実は私、彼がお姉ちゃんの話を目撃した頃から、彼をずっとコウモリで監視してたの。え？特にここ数日は、ほとんど昼夜を問わずで、そうなると私自身、体は寝てても意識はずっと覚醒してて、すっかり寝不足に。それで倒れちゃったの？ちょっと気を抜いたら、アンジュ！うって。お前、吸血に目覚めないうちにそんな無茶を。仕方ないわ。あの人、お姉ちゃんをヴァンパイアと確信してたから。ただいま。おかえりー。え？ランド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 ラン。どうしたんだよ、母さん。いつにも増してハイテンションで。仕事が見つかったとか。全然。ああ、でも母さん頑張っちゃう。母さん、えいえい、おー、さあ明日は西区の方へ探しに行くわよ。ハローワークも忘れちゃダメね。頑張るわよ。あ、アンジュ、それって。でもあの人、薄井健太はお姉ちゃんの秘密にしてって言葉を厳守して、親にも学校の人にも誰にも言ってないし、鼻血の後始末までしてくれたわ。見くびんな！俺はそんなことしねえよ！いいか、どんな人間だろうと、化け物だろうと、他人の居場所を奪うような奴はとんでもないゲスだ！それに、お姉ちゃんは血が反応してしまうから、薄井健太を避けられない。だから、こちらの味方に引き込んだ方がいいわ。ちょっと！アンジュ、何を！それに、お姉ちゃんに真っ昼間から造血されてちゃ、さすがにもう全部フォローできないし。そんな。それもそうね。とすると、ある程度事情を知らせた方が。ちょっと！昼の間は、彼に協力してもらえばいいんじゃない。でも！私は薄井くんのせいで異常に血が増えちゃうのよ。噛めばいいじゃん。理想のパートナーかもしれん。知らずに近寄られるより、知ってて距離を置いてもらう方がいいよ。それに彼は、いろいろありすぎて疲れたぜ、精神的に。あー、すっごい新品同様よ。でも、そ
そんなこと言ってる場合じゃねえよな。明日こそマーカに母さんのこと確かめないと。でん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 。マーカ、どうしてここに？アンジュに聞いて。え、私の家、うずいくん家の裏の丘にあるの。な、何？まさか結界の外側スレスレに住んでいるとはな。確かにあの少年は避けては通れないわね。言いつけを守らなくてごめんなさい。でも話きっと止められると思ったから、今はあの人を信じても大丈夫と思ったの。でももし裏切れば責任を取って私が。あら、ケンタ、その子をどなた？うすいくん、その人。俺の母さん。お願いしますね。こちらこそ。母さん。いいじゃないの。せっかくお知り合いになれたんですもの。なんでこういうことになってるのかな。それにわざわざ訪ねてきてくれた女の子を無下に扱うのは母さん感心しないぞ。そうじゃなくてさ。そういうこと。そうよね。ごめんなさいね。気が利かなくて。カイトよ。ではごゆっくり。カッツ。母さん。どうしよう。あの時私が噛んだあの不幸な人が、うすいくんのお母さんだなんて。でも、大変なんだろうな。こんな古くて狭い部屋に、親子二人で。せっかく息子と二人、新しい生活を始めたばかりなのに。二人ってことは。ただいまー。お帰り。で、どうだった？薄い少年の家を見てきたんだろ？疲れたから明日話す。あっさ。そっか。薄いくんってお父さんいないのかな。私はなんだかんだ言っても、家族が揃ってるから、よくわからないけど。かわいそう。それにしても、大変な一日だったな。薄いくんの前で大泣きして、お兄ちゃん怒らせて家族会議になって、その上わざわざうちにまで押しかけて行ったのに、ただお茶飲んで帰ってきて、それで、噛んじゃった相手はお母さんで。